昨日日焼けしすぎまして SUP をするつもりだったんですが、今日は観光をしていきたいと思います。では、すごい、自然の力はすごい。グープさんで α7C を借りたので、今からちょっとこちらで撮影していきたいと思います。村にやってきました。リスザルがいるということで行ってみましょう。水浴びしてるわ。わあ、すっごい貴重なとこ見えてるんじゃ。うん。おいで。リスザルコーナーめちゃめちゃいいです。よかったら行ってみてください。よし、続いてカビラ湾に行きましょう。日焼けに苦しむ日々を送っております。今日は朝からアロエジェルを買いにスーパーに来ております。今日も最高のサップ日和になっております。今日一日も楽
しんでいきたいと思います。ではサビチ鍾乳洞にやってきました。ビーチに来ました。